この依頼を受けますか？よろしくお願いします。いけるか？主流と変わり続ける。任せなさい。せやこれで一休みできそうかな。敵がまだいるみてえだな。気を抜くなよ。インフィニットワンダー。せやこれで一休み。せやこれで抑えて。ここらで一休みできそうかな。厄介な奴がいるみたいだな。油断すんじゃねえぞ。ダメ。もう一丁。よっしゃ、どんなもんだ。厄介な奴がいるみたいだな。油断すんじゃねえぞ。当たれ。インフィニットワンダー。当たれ。せい、そんな。なんの。アルベ。厄介な奴がいるみたいだな。油断すんじゃねえぞ。受けてみなさい。力を貸して。よっしゃ、ここだ。そこ、せやっ、ダンス。一通り片付いたみてえだな。すげえ活躍っぷりだったぜ。私と一緒でよかったでしょう。それでしたら、あの人たちが知ってるかもしれません。彼らの特徴をメモして渡すので、探してみてくださいね。ご用件は？どうです？受けますか？いってらっしゃい。
本当は暴れていいってわけね。はい、もう一度ダンス貫け、インフィニットワンダー、カレー、そこ、ここだ、どれ、もう一度くらえ、そこ、そう、せい、た、や、せや、インフィニットワンダー、前散りなさい、ぶっ込む、はっ、では、押さえ、からの、落着ってね。どうです？
頑張ってくださいね。やりますか。任務開始。この中に敵がいるみてえだ。慎重に進もうぜ。なんか調子出てきた。気張りながら当たれ。アルベ、あとは任せた。はい、手の見せ所ね。油断は禁物よ。集中は切らさに。頑張りましょう。しまった。もう力を貸して。逃がさないわよ。はい、さあここだ。よし、さあ行こう。はい、そこぶっ飛べ。よっ、まだまだ。そこ、いい、迷宮に打ち破る。そんな、そこ、それ、で、頼んだわ。はい、みんなもなかなかやるね。逃げられる前にやっつけねえとな。で、今切り捨てごめん。切り捨てる。まだ油断してはダメよ。行け。そこ、インフィニットワンダーズ。インフィニットだよ。はい、楽しい。さすがは私たちって感じね。行きたいね。貫け、当たれ、仕掛ける。仕掛けて、突っ込む。まだまだこんなもんじゃないでしょ。危ない。した方がいいんじゃねえか。本気出していい。チャンスね。ここだよ。私が行く。ほら、ありがとう。これぐらいお手の物よ。たた、
一丁上がり。こんにちは。それではまた。さすが私。いい感じ。ご用件は？どれにしますか？どうです？受けますか？頑張ってくださいね。まだまだこんなもんじゃないでしょ。セアンのステーキショッキー、グラヌケインフィニットワンダー。敵だぜ、頑張ってくれ。どれだ、いや、今ハイオの手、いや、このままじゃやばいぜ。ぶっ飛べ、そこ、いや、そこ強そうな奴が来るぞ、気をつけろ。無駄無駄狙って、一気に行くわよ。まだまだ気が抜けないわね。援護なら任せて。ふっはっ、いい調子。スライムか、逃げられる前にやっつけねえかな。スラ抜け、インフィニットワンダー。力を貸して。敵が襲ってくるぞ、準備はいいか。はい、いや、行け、ぜい、そこ、だ、からの、ぜりゃ、は、た、や、ふ、あおりゃ、
今ここだ。タンハッタンデッタンハッアルペンデアそれタン今タンデアス貫けインフィニットワンダー。強そうなやつが来るぞ、気をつけろ。そこぶっ込む、なんか調子出てきた。それ消し去ってやる。頼んだわ。まだまだ、これもみんなのおかげね。次も合わせに行け。せやここだ今。それでーきしょ。スライムか、逃げられる前にやっつけねえかな。するせいのせここだ。もう一度行けるか。貫けインフィニットワンダー。当たれインフィニットワンダー。ちょっと貫けこれで決める。プロミネンスダイブ。そこダン。強そうなやつが来るぞ、気をつけろ。せよこれならどうだ。いけしょからのここだ。これがいけ、もういいぞ。今のは悪くないわね。頼りにしているわ。ほらほら、そんな気がする。ママを拾うぜ。くらいなさい。チャンスね。ナイス連携ですね。そこライムか、逃げられる前にやっつけねえかな。ダンここだ。アルペやっつやなきゃいけるか。それここだ今。当たれ、まだまだ残ってるぜ。気合い入れてけ。もっと暴れていいってわけね。ダン慎重に戦った方がいいぜ。ダンありがとう。せやってちょっと貫け。タンそれラッコーナー。これで依頼は達成だな。よし、みんなお疲れ。ご用件は？これですか？またどうぞ。
でってよね。いらっしゃい。寺院の評価ですね。血ではなく心で打つ、師匠に教わった言葉です。行きましたね。またのお越しを。菊牛さんですね。拝見しても。大成功です。新しい武器のご用命で。何を鍛えるんですか？師匠直伝の技をお見せしましょう。
Fly in the sky! この空が私を導くただ一つの道しる。さあ、空を見上げてごらんなさい。それがあなたを誘う手がかりになりましょう。スカイ？見上げる？つまり、どういうこと？見てって見てって。去るお方の遺失物を探している？ああ、そういえば確か。ああ、思い出した。きっとあれのことですね。ほら、あれっていうのはあれですよ。路地にいるあれ以外に考えられません。ちょっと何言ってんのかわかんねえな。他のやつからも話を聞いてみようぜ。ザスバさんとこの依頼で危険な物を探してる？ああ、なるほど。あれは確かにある意味危険ね。日陰を探してみるといいかもだけど、いきなり襲われても知らないわよ。いきなりきな臭くなってきやがった。ただのものってわけじゃなさそうだな。日陰の路地で見上げる。彼らの言葉から導き出せる答えは？それっぽい場所を探してみるか。見てくだけでもいいよ。こんにちは、道行くお一方、うちの品を見てくれ。安いよ安いよ。いくらでも品定めしていってくれ。ちょっとうちの品を見てくれ。鍵が必要みたい。さて、おい、やった！ねえ、危険なブツってもしかして猫だったのかよ。どこが危険なんだ。とりあえず届けようぜ。依頼主に報告してきた。いやよかったよかった。たく、猫が苦手なら苦手って最初から教えろよな。昔に引っかかれて派手に怪我した時から俺の中では猫は危険物なんだよ。とにかく助かったぜ。ありがとな。にしても猫探しか。ザスバ一家ってのも便利屋みたいなもんなのか。肩書きは情報屋なんですが、似ている側面はあるかもしれませんね。ともあれ一歩前進です。さあ次へ向かいましょう。
君たちが手伝ってくれるんだな。ああ、助かるよ。城の兵力についての調査をしているんだが、兵隊さんたちが司祭を話してくれるわけがなくてな。こう、言葉は悪いが、盗み聞きをして情報収集するんだが、人手が足りない。兵隊さんを見つけたら隠れられる位置を探して聞き耳を立ててみてくれないか。こっそり話を聞いてみようぜ。隠れて旅の聞く士か。カトシードホルムへようこそ。うわっ、やべえ。どっかに隠れて話を聞ける場所はねえかな。うん、よし、ここで話を聞いてみようぜ。俺さ、こないだじっちゃんからすげえ話を聞いたんだけど。なになに？無血楼ってあるじゃん。あの名前って実は。実は星の民が俺たち空の民を救ったことに由来してるらしい。いやいやいや、それはないっしょ。だよな。星の民っていや、空の民を支配してた奴らだし。個人的に興味深い逸話ではありますが、我々が知りたい情報ではありませんね。こっそり話を。何見てんだ。なんでもねえぜ。こっそり話を聞くなら隠れねえと。ここならどうだ。俺は確かに見たんだ。あのハービンがまとっていた白装束、資料で見たことがある。教団内でも一部の連中に与えられる特別なローブに違いなかった。白狼兵団も獰猛で危険と聞くが、ローブの連中はおかしな術を使うとか。くそ、俺があの時捕まえていれば。このまま町に潜伏させてたまるか。シードホルムにすでに教団が。よくない情報ではありますが、思わぬ収穫でした。こっそり話を聞いてみようぜ。なんだ君たちは。この辺りでは見かけないな。ここなら見つからねえよな。静かに。おい、聞いたか。空域中の警備を今よりも強化するって話だよな。かのテンペールや他の島々への支援が続いていて、城内の警備が手薄になってるらしい。上層部も大変だな。アビア教団の動きが各地で活発化してるんだろう。この町は攻め込まれる心配もないし安全だよな。ああ、派兵されたくねえ。大規模な派兵によって城の警備が手薄に。民衆に知られると不安を与えそうな情報ですね。これだけ聞ければ十分ですかね。一度戻って依頼主に報告しましょう。仕事が早いな。で、どうだった？なるほど、把握した。俺たちで城下の警備を援助するよう動くべきか。ところでお前ら、親便に用があるんだったよな。そろそろ戻ってる頃だろう。路地裏の酒場に行ってみな。ザスバってやつ、結構手広い感じなんだな。ええ、彼らの活動のおかげでこの町は比較的平和なんです。僕もザスバ君に負けないように空の人々を守らなければ。空の人々、随分とスケールが大きいのね。ああ、大げさすぎましたさあ、ザスバ君の酒場に急ぎましょう。
したら道にあるかも。さあさあ道に行こう。これで見るだけならただってね。もしかしたら道にあるかも。買うなら今しかないよ。いよいよ噂のザスバ君とご対面か。手下の数からして相当なやり手のようだが。それで？ありゃ、あかねえな。あ？え？また城のやつだ。彼がザスバ君です。用件は？事情は理解した。では彼らに協力し、早速ビジネスの話していこう。え、ちょっと。知っての通りだと思うが、俺たちは情報を売って飯を食ってる。だからその情報ってのはうちの武器であり商材だ。もちろんタダじゃねえ。それは理解できるな。わかります。かといってお前らはこっちが提示する金額を払えるほど余裕のある感じでもねえ。おっしゃる通りで、ここんとこ船の修理やらなんやらで出費がかさんじまったからな。そこで提案だ。お前らに一つ仕事を頼みたい。んなことやってる暇ねえってのに。ふん、言い換えよう。取引しようぜ。話は最後まで聞け。お前らの仲間につけられてたホーシングとおぼしき首輪についてはすでに調査済みだ。そしてそいつを解除するための触媒はダリ島の遺跡に眠っている。あ、それは本当か？そこまで教えてくれるってことはお前さんにも狙いがあるんだな。話が早くて助かる。お前たちにはその遺跡の封印を解いてもらいたい。奇遇だが、俺たちは遺跡内部に眠るお宝を根こそぎいただきたいと思っていたところでね。それが条件だ。悪くねえ話だろ。確かに互いに利益がある方が安心できらな。いずれにせよ手がかりは欲しい。やってみる価値はありそうだが。団長君、判断は君に任せますよ。俺は発着場で待ってるぜ。結論が出たら来な。あのグラさんのおっちゃん、一筋縄じゃいかねえやつみてえだな。それで？いや、それで。おい、ローランさんよ、聞いてた話とちょっと違うじゃねえか。まあ彼仕事熱心ゆえに少々個性的でして。出稼ぎしにここに来たわけじゃねえんだが。しかし遠回りになるかもしれないとはいえ、他に手がなければ乗るしかない。それにしてもダリ島ですか。しかも遺跡の封印を解く。ただそれでもよほどの。猫探しと情報収集の報酬だそうで。はい、どうぞ。確かにお渡しいたしました。いらっしゃいませ。ご招待ですね。
ただきましょうか。実験に付き合ってもらうぜ。してる場合じゃないわよね。ええ、そうですね。どうも、これですか？どうです？受けますか？よろしくお願いします。ゆっくりと食事を楽しめる時が来たらいつか。ちゃちゃっと行くよ。任務開始。この中に敵がいるみてえだ。慎重に進まぜ。いい感じ。行け。泣かせるわ。みんなとの対話する。そうだ。ありがとう。次も任せて。まだまだこんなもんじゃないわよ。よっ、食らいなさい。はっ、解放する。任せて。言われなくても。今気を抜けないわね。イオちゃんが集中できるように私が暴れてやるから。貫け。チャンスね。行け。そこって当たれ。まずインフィニットワンダー。私解放する。無駄無駄。しまった。何の
畳みかける。任せなさい。次もみんなで力を合わせましょう。よし、了解。集中しました。じっとめ。まだまだタイムか。逃げられる前にやっつけねえとな。じゃあからのここだ。もう一丁。もう当たれ。行け。で仕掛ける。私にまとめて。みんなしてやるじゃん。この調子悪いよね。いや、この調子に勝てるじゃん。あれもっと暴れていいってわけね。合わせるね。言われなくても。今頼りにしているわ。ようやく調子出てきたってとこね。ほらほら、それ。なんか調子出てきた。私に続いて。了解。次も合わせてみせるわ。せや、せい、もったい、来なさい。ぶっ込む。ねじ伏せる。せい。ピンフィニットマンだ。解放する。美味しそうな果物を見つけたけど、今は寄り道してる場合じゃないわよね。ええ、そうですね。ゆっくりと食事を楽しめる時が来たら、いつか。これほどの美しい都市、ルリアも必ず気に入ってくれるだろう。救い出したらまたきっと来ようぜ。